ストレッチのことならお任せください。福島県郡山市にあります全陽道山本整骨院の山本と申します。本日は、一人で簡単にできる、お尻のストレッチをやっていきたいと思います。それでは早速やっていきます。左のお尻のストレッチをしていきます。まず床に腰をかけて、両手を後ろにつきます。伸ばしたい方のお尻の足を上に上げて、反対の膝のあたりにですね、足をかけます。こんな感じですね。こんな感じです。そしたら胸を張ります。胸を張って、その張った胸を張ったまま、胸を足の方にぐーっと近づけていきます。そうすると上げている側の足の方のお尻ですね、気持ちよく伸びてきます。痛気持ちいいくらいのところで15秒から30秒止めます。この時についている手首ですね、痛めないように注意してください。あと上げている足の膝ですね、痛みを感じる場合は無理せずそこで中止してください。はい、ゆっくり戻します。お尻の筋肉の柔軟性を高めることは、腰痛予防にもなりますし、体の歪みの改善にもなりますので、お風呂上がりなどですね、特に筋肉柔らかい時などを狙ってやってみてください。今日も最後までご覧いただきありがとうございます。